芸能はい。ですよね。はい。経営をされるんですか、それともご自分が、何か演じられるんですか。いえ、経営をしてます。経営はい。されてたんですか、今まで。今、開店休業中ですが、休業中。はい。5年前にはい。開業しました。差し支えなければその理由を教えてください。休業してた。所属タレントがですね、ちょっと不運が続きまして、映画の話が、いくつかありまして、それをまあ本人はやれると思ってたんですけども、それが土壇場で、キャンセルという形が何本か続いたんですよ。で、ちょっと病気を患ってきまして、やむなく休業になりました。白井さん自体もご病気されてたと。いえ、所属タレントがでタレすントね、さんがは病い気しちゃったと。はい差し支えなければ、はいはいそのタレントさん女性の、はい、お名前聞かさせていただけませんか。と言います。はい。ビジュアルクイーンってありますよね、フジテレビの。その初代なんですよ。何かに出られたことあるんですか？その18歳の時にですね、のコマーシャルでデビューしました。それは当時、シャンプーのコマーシャルなんですが、まあいろんな化粧品会社のコマーシャルの中でも、そのコマーシャルが決まれるっていうことは、私は普通のことではないと思ってました。で、その後連続ドラマにレギュラーとして出演しました。南野陽子さんと、足立由美さんのと、姉妹役でした。失礼な言い方かもしれませんがね、3年間やって結果が出ないのに、どうやって再開して、例えば600万投資して、うまくいくんだっていう根拠はどこにあるんですか？逆にそれがなかったら、この子にかけてやってないかもしれないんですけども、18歳の時からある一人のカメラマンにですね、写真をずっと、10年近く撮ってもらってます。で、それは、ヌードも含めてです。で、何か、作品が決まった時、映画でも決まった時、タイミングがいい時にその作品を出そうっていう、写真集を出そうっていう話はしてるんですけども、今彼女いくつ？27です。その27歳の彼女の写真集を出したいはと。い。そのために600万いるんだと。いえ、違います。600万はですね、先ほど一番最初に言いました、これから、事務所をですね、再建していくための費用です。この休業の間に彼女がもう一回やりたいって言ってきたってことは、やっぱり彼女自身もですね、その当時、それはもちろん私の責任もありますけども、仕事を取れなかったっていうことを考えて、で、もう一回やりたいって言ってきてますから、それに私もかけたいと思ってます。話してる以前にね、はい。その〇さんですか、はい。彼女とあなたは夫婦なんですか、それとも違い彼ま女す。なんですか。違います。というのは、あなたとその彼女とのラはインい。の強さがわからないことには、本当にあなたは単なるファンかもわからないわけだから、その子とあなたのラインを証明できるものはあるんですか。自分がマネージャーをやりたいと思った時にですね、例えば、いろんな子がいる中で誰でもいいから売れればいいっていう感覚ではなくてですね、自分がまずこの子って思った子をマネージャーとしてやりたいっていうのが始まりだったんですよ。白井さんね、はい。この子は私知らないけど、はちょっとい。写真かなんかないの？べっぴんさんなの？はい。ああ、それはいいね、写真で。いや、どんな子か知らないもんな。誰か似たような顔だな。よく見た。会ったことがあるような気が爽するんやだかけどでな。ね。いくつの時ですか、これ。18で。あ、それじゃもう10年前だもん。最近のやつはないの？なん最近のか見写た真。ことありますね。最近の今ないです。最近のはだいぶ衰えてらっしゃる、やっぱり。私は変わらないと思ってます。ああ、はい。そう。
本当に芸能活動が好きとかやるという意思じゃなくね、彼女がたまたま綺麗でそういうものに抜擢された人がチャンスがあってあなたのところに手に入ったから、その時やる気になってね、彼女がいなくなったらもうやる、もうそれは夢が捨てられたみたいな感じになってね、また彼女が復帰するって言ったらやるって、彼女結婚するって言ったらあなたどうするんですか。本当また結婚してるの独身、独身です。で、また君、はい、私も独身です。だからあなたたち恋人同士なの。違います。はっきり言ってなんか仕事っていうよりも感情論だけが優先したみたいに見えるわ。彼女はあなたでないとダメなわけ、他のマネージャーとかは。私はそう思ってます。今投資案件としては事務所の設立資金だから、はい、彼女がダメだったらどうすんだということと同じことなんですね。要するにその体が資本だから、僕も芸人もスポーツ界もたくさん友達いるんだけど、みんなプロ意識ですよ。喉を守る、体を守る、これ資本だからプロとして当たり前なんですよ。これ病気になること自身がもうずれてんだよ。彼女はどういう病気だったんですか。うつ状態が、うつ状態が強くなってきました。でもそういうものを処理できないうつ病みたいになる人はもう資格ないね、私に言わせると。そういうものを跳ねつけるほどのものがあるからスターでしょう。すいません、はい、さんが休業している間、白井さんは何をされてましたか。今日もですね、ここに来る前にやってきたんでこんな格好してるんですが、運転免許の、指導をしてます。運転免許の、なぜ芸能から離れちゃったんですか。私自身にとったら、彼女が、休業で休むっていうことは、他の仕事でその間事務所をなんとか維持していかなきゃならないっていう方が先でした。というよりも、はい、いつ帰ってきてもいいように、はい、そんなに彼女に入れ込んでるんであれば新人を発掘してくるとか、はい、うちもですね、うちの母親の方の看板はね大きいですけど、はい、もう一つプロダクションがありまして、全部手作業でね、去年ぐらいから始めたんですけど、はい、実際ねコツ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 やってないと形にならないし、はい、またどこかの事務所に入ってですね、はい、脈を広げるっていうような感覚でなぜなかったのかなっていう方が僕はすごく不思議なんですよ。傷つくのは彼女なんですね、はい、フロントに立つ人間が一番傷つくわけですから、だからそういった意味で無責任なことしないでほしいなと思うんですよ、同じ業界で働く人間として。はい、まだ悪いの。はい、まだ少し悪い。いや悪くないです。ちょっと待ってください。はい、僕らはその女性に投資するわけじゃないですよね。あなたにするわけですよね。ただ私自身は、今彼女一人でこれからやるわけですからイコールになると思います。じゃああんたそれが目の前にないのにどうやってやんな判断できますか。できないでしょ。どうして、はい、ただ目の前に確かに彼女は今いませんけども、投資してもらおうと思って彼女も連れてきました。ちょっと待ってください。今日見えられてるんでしょ。はい、来てます。これごめんなさい、白井さんに最後聞いておきますけど、はい、ここに彼女今入れて画面に彼女映しちゃっていいんですか。よく考えてくださいね。今お話聞いててですね、この直後、その男は勇気ある行動を取る。今、ここまでの話の中でですね、私自身の考えが考えたんだ、いろいろ。美空ひばりの長男にして現在は芸能プロダクション社長。偉大なる母美空ひばりの重圧はもうない。金にまみれた世界を生き抜く若き音楽プロデューサーはいかなる野望を嗅ぎ分けるのか。やっぱりそういうね、人に一人でも多く会いたいなっては思うんですよね。
自分はこれ自信ある。吉川グループ代表吉川幸恵、巨大レストラン吉川ビレッジを一代で築くマネーの女神、宝飾品を身にまとうこの女を人は言う、歩く100億円と。私のパワーの中入ってきてくださったらやらせてあげられるってことあるわね、うん、私なら信用がある。あの投資してもらおうと思って彼女も連れてきました。ちょっと待ってください。あの今日見えられてるんでしょ。はい来てます。これごめんなさい、白井さんに最後聞いておきますけど、はい、ここに彼女今入れて画面に彼女映しちゃっていいんですか。よく考えてくださいね。今お話聞いててですね、出せません。絶対その方がいいと思う。うん、見たく見て。もう一回再挙かけてやるにしてもここには出てこない方がいいと思う。しかしね、私は反対だよ。あなたが本当にその子を売り出そうと思えばね、それ商品なんですよ。はい。その商品を見せずにね、投資してくれってあなたに投資できないですよ。はい。いや、それがいいかどうか私業界は分かりません。それが嫌だったら復帰しないことですよ。多分芸能人なんてどこでもさらされるわけでしょ。白井さんにお聞きしたのは結局出せませんっていうことは、うん、やっぱりそれだけの状況になってないっていうことですよね、きっと白井さんから見ても、うん、いや白井さん自身がなってないんだよね、覚悟がないんだよね、うん、自分も彼女じゃなくて君がないんでしょ、うん、いや僕はもういいですね。彼女をやっぱり出すべきだと。ただ出すか出さないか僕たちが考えることじゃなくて、彼女のために彼女の意思を尊重するというのは非常に大事なことだと思うね。でも彼女の人生のことを考えたらどっかでやっぱ諦めないとできないとかあるんですよ。今日今日をもって例えばあなたも芸能界を辞めてと、また彼女も芸能界を辞めてというどっかのきっかけを作る勇気はいると思うんです。やるのかやらないのか、あなたに信念がないならば今日信念を持たないと仕方ないわけでしょ。あなたは今まで本人彼女商品を大事にしてきたらほったらかししてきたんですよ。で声かけたらやろうかと言ったんだ、彼女も来たんだ、だったら出るべきです。だってどこかで出さないかんわけでしょ。どうですかね、あのもう最後もうここは出るも出ないも彼女の意思に、そうですね、逆に彼の意思ではなく、彼女がじゃあ今実際どう思うか。あなたを見ててね、その子は見てません。その子がものすごく光ってたら投資する人いるかもしれない、うん、かもそれは分からないですからね。今ここまでの話の中でですね、私自身の考えがやはり甘いっていうことをすごく今痛感してますし、ここまでお話してもらってきてですね、できるだけいい形で彼女を登場させたかったっていうのがありました。でここまでの現状の中でですね、とてもいい話ではありませんし、今から復帰しようっていう子をですね、この状況の悪い中に連れてくるっていうことがどうしても私の中でできないと思います。悪くしたのはあなたじゃないですか。ですから私が悪くしたんで、その子が悪いじゃないですよ。ですから、はい、それはたとえ本人が出たく、はい、出たいと言ってもということですか。正直言って、ええ、出したくないですね。ほら私物よ、私物よ、あなたの私物よ、これは何とも言えない。いや違う、じゃあ600万投資するんでも出さないの。いや今日はそういうつもりで来ました。いやいや、だけどな、ただあの最初の話しましたけど、どうしても彼女じゃなきゃ、と思ってマネージャー始めましたから。いやだから600万投資しても出さないっていうの、ここには。投資したら出すわけ。いや投資したらじゃなくて、今までの話の中でですね、
私が甘かったって思ったことっていうのはどうなんでしょうか。そんな甘い人間に投資をしてもらえるんでしょうか。でももう出てこられないとうん、はい、もうこの話終わりですから、はい、本当に出せない申し訳ないって彼女のことを思っているんであれば、はい、そこにもうずっと座っていないと思うんですね、はい、もうすいませんでしたって今日はってことで、お帰りになるか。ただ今そこにあなた座ってらっしゃるわけで、はい、としたら本当に申し訳ありません。いいんですか。私が出ます。申し訳ありません。すいませんでした。これじゃダメだね。気持ち悪いな。え、始末悪い。これはかわいそうだわ。いや、結論出したいと思うんですよ。すいません。その男の武器は一つ、女優の顔を晒すこと。吉田栄作はその女優の顔を見て驚いた。どうぞです。僕の気持ちとしては出したくないですっていうのが最終的な結論で、ここで聞いておきたかったのは、まあ、最終的にさんの、ご本人の、気持ちですよね、はい、どう考えですか。正直に白井さんの気持ちを無視することは私にはできません、はい、ただ少しでも可能性があるのであればやっぱり出たいなと思います。まあ、これが彼女の最終的な判断だと思うんですね、はい、これを受けて、はい、まあ、これでも出せないとになれば、はい、もうこれは僕らも、はい、これで終わりでいいと思うんですよね、はい。どうですか。申し訳ないんですが、変わりません。後悔はないですか。ないです、はい。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています、詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います、翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。